はい、どうもさん、こんにちは、ゆっぽんです。本日はですね、試合の様子ですね。はい。本日は助っ人に行かせていただいた時の試合の様子をご覧いただこうと思います。ゆっぽんはこの日2番、ショートでスタメン出場させていただきました。ありがとうございます。久々の上位打線なので若干、緊張はしてないですけども、若干力んでたかなと思います。さあ、その1打席目の初球、はい、安定のセーフティーの構え。ただし、あんまりセーフティーをね、してないので、ちょっとね、次の打席では初球セーフティーしようと思っておりました。はい、これもストライクと。さあ、これで追い込まれてしまいます。はい、これ甘く来たんですけど仕留めきれませんでした。悔しい、悔やまれる一球でしたね。そしてラストボール、はい、はい、力みすぎて三振と。まあ、盗塁のアシストはできたかなと思うんですけども、って感じでしたね。はい、そして守備はね、ショートにつきます。久々のショートでしたね。はい、そしてこの投球練習間のゴロ捕球、ちょっと取ってから早く投げるのを意識してみました。そして次はしっかりとステップを踏んで送球と。ただ結局守備機会はありませんでした。ちょっとはね、1球ぐらい飛んできてほしかったなと心の中で思ってました。はい、まあ飛んでこないのが一番なんですけどね。はい、そして2打席目ですね。はい、今度先ほど言った通りセーフティー実行しましたが、高めのボール気味のところでしたね。ファールになってしまいます。そして結局、はい、また三振と。今度ね、最後アウトコースでしたね。あそこは苦手なコースでした。あそこね、打てるようにしていきたいと思います。続いて投球練習ですね。はい、マウンドに上がるのでピッチング練習をしております。だいぶね、最近、いい感じで投げれてきてるんですけど、安定のボールの遅さ、そして変化球は引っ掛けがちと。キャッチャーの方はすいません。はい、ただね、このボール見ててください。このチェンジアップはね、いい感じに変化してくれました。さあ、そしてマウンドに上がる前にこの日の最後の打席が回ってきました。ご覧ください。カミカミですね。はい、初球、はい、インコース外れてボール。もうね、この時はもうベースギリッギリに、もうね、ラインギリッギリに立ってました。とりあえずインコースは潰して苦手なアウトコースを狙ってましたね、この時は。さあ、そして2球目、はい、これもインコース外れてツーボール。そして次の球、完全にね、甘く来た球を狙っていたんですけども、あー、引っ掛けた。しかし、なんとか頑張って走って、ピッチャーのベースカバーなどももたついてた間に、結局ファースト内野だとなりました。はい、これはもう儲けですね。はい、ただ引っ掛けてることに変わりはないので、次からもっと押し込めるようにしていきたいと思います。そしてマウンドに上がったユーポン、この日ね、まあいつも言うと変わんないぐらいだったんですけど、コントロールがこの人と悪かったですね。はい、フォアボールになり、そしてこれヒット垂れるんですけど、これレフトね、その後時二塁投げて、二塁を刺してレフトゴロにしました。これはレフトのナイスプレーです。ありがとうございます。またこんな YouTube 的な取れ高、ありがとうございます。さあ、結局三振もなんとか取れましたし、ミスとかで、手は取られるんですけども、なんとか抑えていくと。頑張ってね、実績点ゼロにはなってます。そして時間的にラストバッター、これ打ち上げてセカンドとファーストが取る。
と思いきや、これ落球、そしてユッパがすかさず取って一塁踏んでアウトになりました。はい、こんな感じでございました。助っ人呼んでくださり本当にありがとうございました。またね、今後このチームも生かしていただきたいなと思ってますので、応援よろしくお願いいたします。ザナックスの、まあ、合否ですけども、ザナックスの軟式用のクラブでございます。応募方法といたしましてはですね、TikTok あるじゃないですか皆さん、まあ、やってる方やってない方いると思うんですけども、TikTok にですね、ユーポンの、まあ、ユーポンかヒロトをメンションして野球道具とか、まあ、自分のねお気に入りの野球道具とかの動画をね載せて、まあそのね動画が写ってるだけでも、写真だけでも、写真の動画だけでも構いませんし、でハッシュタグ、ユーポン YouTube、ユーポンプレゼント企画っていうのをハッシュタグね、ユーポンプレゼント企画ってやって皆さん、どうもこんにちは、ひろとです。